外とあの農業っていうものにはあのおばあちゃんだったりおじいちゃんの家が農家なので、だから意外とそういうところからあの知っていることとかっていうのが結構そういう知識だったりとか、そこでこう覚えてる記憶みたいなものが結構こうこの作品では反映できる部分が、まあ、幼い頃にこう見ていた姿みたいなものを投影するようなことができたんじゃないかなとは思っておりますね。そうですね、まあ一番難しかったのはやっぱり愛情をこう幼い頃に普通の人より受けていないっていうこう人間だったので、そこをどう自分の中で埋めていくかっていうその作業が一番、まあ、難しくもあり、でもそこが一番自分にとっては核になる。ヤマトっていう人間が生きていく中で絶対的に必要になる核になるところだと思ったので、そこをこう自分の中でイマジネーションさせながらこう作っていくっていう作業はなかなかこう大変でしたけれど、そうですね、まあ、僕は本当古川さんとかは最初、まあ、ミステリアスだったり、まあ、クールなイメージがあったんですけれど、まあ、実際お会いして、まあ、一緒にねこう撮影を進めていくうちに、まあ、少しこうお兄ちゃんのような存在感もあったり、でもやっぱりこう先輩としての、作品に対する情熱みたいなものをこう本当にもう毎晩のように監督とかとこう話されてディスカッションしてるっていうのを、まあ、僕も見てたり聞いたりしてたので、なそういうところは本当にこうなんか勉強になるなという、だからなんか全くこうまたイメージが少し変わったなって思いながら一緒にさせてもらいましたね。いやなんかでもやっぱりこう僕と、ね、古川さんだとこう性格的にはもう本当になんて言うんだろう、真逆なんですよ。だけれどこう例えばなんか唯一好きな女性像みたいなものだけは一緒だねとかそういう話をしたりとか、いやーでもそこはあんまりこうなかったですね。逆になんかなんだろう、女優さんの方が変にこう緊張しちゃうかもしれないですね。やっぱそこはなんかこうやっぱりどこか男同士っていう感覚で、まあ、あとは僕はこうされる側だったりすることが最初はあるので、そういうところはなんかあまりこう身構えるというよりは成り行きに身を任すという方の方が強かったですね。やっぱりこう人を愛するっていうことになんかこう本当の意味で性別はない、それはなんかこう自分がもしかしたらそうなのかもしれないっていうことをまず思うべきなんじゃないかなっていうことをすごく学んだかなと思いますね。それはとてもなんかこの作品においてとても大事だったし、何よりこう補い合ったり助け合ったりすることでなんか前に進むみたいな、そこがこう人間として一番大事なのかなっていうことはすごく学びましたね。この最近ですね、このコロナのタイミングで、まあすごく自問自答、自分と向き合う時間がこう増えたので、そこからこうやっぱりそうやって自分の仕事に対して考えた時にこう自分は本当にこう俳優としてこれから先も生きていくのか、それを自信を持って言えるのか、変な話リスタートにかけてじゃないですけれど、リスタートした時にもう一回俳優やりたいかっていうことをすごく考えた、まあ、時間があったんですけれど、でも今はすごく誇りを持ってもう一回こう人生をやり直しても僕はきっと俳優をやってると思うし、それが自分にとって、合っている職業なのかなと。今まではそれを合ってる職業って、まあ、自信を持って言えなかったんですけれど、それが僕にとって一番合っているし、やっぱりこの仕事の魅力っていうものを知ってしまったので、これだけこう思想、自分の思想っていうものを人に与えれたり、またいろんな役に通じてこう人に対してこう影響を与えるっていう、この仕事はこれ以上のものはないのかなっていうふうに今は思ってますね。